教員からするとタブレットそれからプリンターっていうのが入ってきて良かったところっていうのでいくとすごく自由度が増えた。今まではパソコンにどうしても縛られるというか物理的にもここにいなきゃいけない。でプリンターでいうと授業の前に全て準備しておかないと取り返しがつかないっていう状態だったのがその場での対応がしやすくなったっていうのが一番大きいと思います。パソコンでパワーポイントを写すのとタブレットでパワーポイントを写す違いっていうのはやっぱ歩き回れることだと思うんですね。で歩き回って受講生の近くでパワーポイントをいじれるので受講生の表情を見ながら授業を進められる点がいいなって思っています。で表情を見れるとあここ分かってないなとかいう時に分かってないところにマーカーとかをつけれたりそういうのでやっぱり受講生が一番学びやすい環境っていうのをタブレットは作れているのかなって思います。エッセイさんが見ながら回ってくれて気軽に話しかけたりすることもできるし生徒との距離も近いのかなって思います。タブレットでムービーを撮っておくことで家に帰ってからそのムービーを見てその受講生に対してフィードバックできるっていうのがタブレットの使い方としていいなって思ってます。一つ一つのグループがこう模造して書いたものをすぐに共有しようとタブレットがあればそれをこう写真撮影をしてそれをあの大型のディスプレイで写すっていうこともできますしあとはまあそれをあのプリンターにつなげて紙にプリントしてみんなに配布して見てもらうっていうこともできるので学生さんも快適に授業ができると思います。みんながフィードバックしたものを印刷を早くすることでその授業内でもその周りの意見も聞けるし一人一人に配れるんでそうすることでもっと情報の共有も早くなったりよりその授業を効率化できると範囲の中でもフィードバックをすぐに行えてまた改善点を見つけていけるところがいいと思います。自分が出した課題を印刷してそれを他の班の学生さんたちに配ってその意見をリアルタイムでいただけることが自分たちのチームのためになるなと感じてます。つい教員という立場だと学生のやる気を出させるとか言っちゃいがちなんですけど結局人間の頭の中に手突っ込んでスイッチを押すっていうことできないのでそう考えればこっちにできるのってその学生の周りの環境に働きかける学生がそう安心してのびのび学べるって思えるような環境を作るそういうのが教員に求められる大事なツールなのかなっていうふうに思ってます。学生一人一人がそのタブレットを持つことによって例えば他の人がプレゼンしたのを見た時にそのままそこにフィードバックを書いたりしたら授業も効率化しますしそのすぐフィードバックをもらったのを読めるのですぐプランを深められるっていう点もいいと思います。一人一台タブレットなどを持つとすごい授業も効率化して学びも最大化すると思います。授業の進行上歩きながらっていうタブレットの強みを生かしてここは大事だって思うとこの重要な部分だけをプリンターで印刷して受講生に配るっていうスタイルがすごい望ましいと思うのでクラスにやっぱり1個はプリンターは絶対に欲しいと思います。